こんばんは、いおりです。お集まりいただきありがとうございます。というわけで、じゃあ早速前回の有志ルートの続きからできれば最後までやっていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。7月31日が終わったところか。多分まともに動けるのが最終日なんだよね、多分。かわいい人だな、お嬢ちゃん。マジか。しばらく見させてもらうで。なんだよ。そっか、朝起こしイベントか。いきなり来たな。起こさないじゃん。朝起こしイベントで起こしてこない。新しいね。あ、寝てるわ。ちょっと怖いんだけど。ちょっと怖いんだけど。ほな、そろそろ起こしたら。あ、満足したようだね。寝顔も堪能させてもらうし。あ、満足しましたか。いや、静かに寝るね。さすが主人公。お嬢ちゃん、朝やで。そろそろ起きんとな。そんな声じゃ起きねえっつーの。あ、起きた。起きましたわ。主人公力が高い。この声まさか。バッサーじゃねえ。起きたな。おはようさん。おはようさんって。あ、ちなみに音声大丈夫ですかね。今更だけど。今更ではありますが、まあ、もし不都合あったらなんか教えていただけると助かります。というわけで、じゃあ進めていきますかね。押谷さん、 どうして押谷さんが、そのなんで女子の部屋にいるんすか。さっき外で辻元におったな。お嬢ちゃんがなかなか起きんから起こして言うて頼まれたんや。辻元さんは辻元って呼ぶんだな。あやか、いきなりすぎ。ほな、外で待っとるから一緒に朝食に行こうか。あ、そうですか。いや、自分も名字呼び捨てでいいけどね。あの少し時間かかりますけど構いませんか。あ、分かっとる。待っとったるから大丈夫。お、優しい。すいません。あ、起こしていただいてありがとうございました。優しいな、勇士。今日のスケジュールだが、全体的にメンバーに疲れが見える。そこで今日は探索作業は中止し、食料などの調達だけにする。怪しいな。探索をしない。あ、そうか、今日はこれが最後の探索みたいなやつか。滝に行くんだろうな。滝、洞窟、村、忘れたけど、廃村か。先生方のことはどうするのか。その辺りに行くんだ、多分。確かに先生方を探すことは重要だが、だからといって無理をして危険が増すようでは本末転倒。あれ、それじゃあ無理に先生方を見つけようとして怪我をしてしまっては意味がない。好感度足りてるかな、まあ、大丈夫かな。そうだな。あ、音声 OK です。ありがとうございます。手塚、僕なら平気だよ。念のためだ。正確な判断をするためには休養は必要だ。キーワードも足りてないし、好感度もちょっと怪しいな。ようだな。確かにみんなが疲れているのはわかるが、手塚は少し過敏ではないか。おお、真田が手塚に疑いを持ってますね。あ、そうだな。探索が中止となると少々厄介だ。計画の手直しが必要だな。それがいい。万が一にもバレるのは避けたいからな。え、これ何、このルート何、陸海3人もいんの。熱いな。今朝のミーティングは以上だ。お、かわいいね。3いらんよ。あ、押谷さん、何でしょう。ちょっと自分に見せたいもんがあんねん。2人だけで。データ
何見せてくれんの？え、あの、今ですか？ちょっと都合悪そうだな。今すぐやない。十時に広場で待っとるわ。ほな。出た。あーって。おしゃりさん、見せたいものってなんだろう。なんだろうな。あ、もう十時か。コードポイント4つ。ちょっと一応キーワード。あ、1個足んないのか。惜しかったな。1個か。さてさて。ああ、お嬢ちゃん、待っとったで。あ、あの、見せたいものって。ここやとちょっとな。場所変えたいから、ついてきてくれるか。また人気のないところに誘い込むんか。ああ、はい。どこに行くんですか？ええとこや。誰にも邪魔されへん。最高の場所。ダメだ、もう意味が変わってきちゃう。はあ。いや、富士君とかさ、獅子戸とかその辺だったら別になんとも思わないはずなんだけどな。ああ、そや。お嬢ちゃんはどんな色が好きや？参考までに教えてくれ。色ですか？わ、タク入るぞ、これ。来た。赤、ピンク、水色。わー、勇士の好きな色も思い出せないけど、思い出したところでそれが正解がわからないからな。困ったな。水色か？うん、標定カラーにちょっとかけてみようかな。水色です。爽やかな色や。でしょ？いいでしょ？それで、おしたりさんは何色が好きなんですか？あれ？怪しいな。うぐいす色？赤、ピンク、水色、どれでもないんかい？え、うぐいす色ですか？今思いっきり意外っちゅう顔して、うん、しました。はい、予想外でした。地味やけど渋い色合いやね。ああ外したか。外したか。ショックだな。赤かピンクだったか。おしゃりさんはラブロマンス映画が好きなんですか。うん、好きやな。ミスったか。男子でそういうの珍しいと思いますよ。そうか。意外とおるんちゃうか、うん、意外とおるんちゃうかね。対策映画は大抵恋愛話が入っとるやん。ああ、そういえばそうですね。つまりそれだけ需要があるっちゅうこっちゃ。そういうこっちゃ。なるほど。お嬢ちゃんは嫌いなんか。そんなことないですよ、好きです。ほな、今労働省にかかっとる。出た。アンナジェンセンの場合。出た、アンナジェンセンの場合。実在の映画なの。あ、はい、見ましたよ。面白かったです。見たんだ。うん、なかなかようできとった。あ、押したりさんも見たんですね。姉貴に連れて行かれて。出た。あ、一人じゃ入りにくいですもんね、あの雰囲気。まあな、無理やり連れて行かれたけど、映画がおもろかったからよかったわ。ああ。ところで気になるんやが、自分は一人で行ったのか？お？それはどういう意図で聞いてんだ、それは。いえ、彩香と一緒です。仲良し彩香ちゃん。ああ、辻元のお嬢ちゃんとか、ほっと。呼び方変わったな。さっき辻元って呼び捨てにしてたけどな。え？彼氏と行ったんかと思ってな。へい、そういう確認方法来た。そんな、私彼氏なんていませんよ。ほんまか。ええこと聞いたな。おお、ということは？お、近づいた。ここはね、さすがにね。おしゃりさんって少し珍しい名字ですね。本当にね。しかもかっけえよな。そうやな。大抵の人が読めんで困るみたいやな。ああ、そっか。何か由来があるんですか？さあな。
聞いたことはないけど、呼びにくい。おお、そうきたか。名前で呼んでもろくれる。そうきたか。まあ呼びにくいってことはないけど、剣屋と被るから勇士って呼ばせていただくをいただくことにしよう。え、ででも。ほら呼んでみ。勇士さん。めちゃくちゃからかわれてないか。ほら。すげえせかす。勇士さん。ようできました。おお。来たここで。いや、うすうす思ってたけど、好き、来たよ、好き。急にね、唐突に告ってきたかと思うかもしれないけど、好きっていう名前なんですよね、これ。向こうからしたら名前を呼んでいるだけ。あ、私の名前。これでまた、二人は一段と近づいたわけ。すげえナレーションっぽい。もう。さて。もうそろそろついてもええ頃やけど。ああ、なんだかいい香りがしてきましたね。お花の香りかな。お花の香り。ああ、もうちょっと。ほら、見えてきたで。どこ行くんだ。お花畑だ。わ、お花がいっぱい。どうや、なかなか大したもんやろ。大したもんやな。はい、すごいです。素敵です。そないに喜んでもらえたら、連れてきた甲斐があったわ。おお、よかったよかった。見せたいものってこれだったんですね。そうや。おお、ありがとうございます。勇士さん。勇士さん。勇士は呼びやすいけど、勇士さんはちょっと呼びにくいな。今来ました。こんばんは。できるだけ最後まで行きたいなと思ってます。お礼なんかええ。お嬢ちゃんのその笑顔が見られたら、それでええね。あー、かっこいい。勇士さん。いや、勇士さんはちょっと呼びにくいんだよな。おー、何それ。ほんま可愛いな。うわ、お嬢ちゃん。おお、何それ。今までとちょっと違うぞ。今までなんかちょっとエロ要素を感じてたけど、今そんなこと全然ないな。普通にかっこいいだけだ。ただかっこいいだけだ。なんだこれ。ちょっと予想外だったな。なんじゃこりゃ。なんだ、勇士エロなしでもいけるんじゃん。なんだ。しかもベタベタに褒めてくるな。あの今なんて聞こえてないんかい。なんで聞こえてねえんだよ。風でか。風でちょっと聞こえなくて。まあ聞こえてってもわざと聞こえてないっていうパターンもあるけどな。間が悪いな。それはこっちが悪いわ。本当にすいませんでした。あの勇士さん、花に包まれたお嬢ちゃんもええな。ああ、ありがとうございます。もうちょっと見ていこうか。ああ、やっぱ勇士はゆっくり時を過ごすのがお好きなようだな、やっぱり。おわ、来たよ。3回目かな、これで。あ、マックスになった。いいね、無事に好感度がマックスになりましたね。名前呼びもしたしな、めでたく。いや、よかったよかった。今朝も言ったが、今日の午後からの探索は一切中止。怪しいな。燃料と食料、水の調達だけとする。なんでですかね。ここでの生活ももう5日目になる。みんな慣れない生活でストレスも溜まっていると思う。そこで今日は無理をせず、この合宿所近辺で体を休め、明日からに備えてもらいたい。うん、疲労とストレスの蓄積は確かに認められる。ならばここは俺の特製ドリンク。好きあらば飲ませようとしてくる。ちょい待ち。いいのいい、それはダメだって。そうだ、それはダメだって。まず自分で飲んでみろっつんだよな。いくら乾先輩の提案でもそればっかりは飲めないっす。せめて味見せ。そうか、残念だ。今回に限り作業スケジュールはなし。各自の判断で調達を行ってくれ。以上だ。各自の判断で配送行きますか。
広場一択。おう、ちゃんと来たな。えらい。本当に。一個しか違わないとは思えない扱い方だよな。そりゃ心配ですから。ほな、そろそろ行こうか。え、他の人たちは？全員で行ったらバレバレやろ。吊り橋の前で待ち合わせしとるんや。ああ、なるほど。来たか。来たぜ。遅かったの。遅かったか、すまん。これで全員だな。では行くか。すごいメンバーだよね。それで藤が見張られている気配を感じたというのはどのあたり？藤が、イントネーション。この辺だよ。でも今は感じない。え、何感じた？来たな。あ？ああ、どうやら見られちょるみたいだ。背中がむずがゆい。みんなわかんの。みんなわかんの、すごいね。そういうことだよね。今多分見張られてる気配をみんな察知したんだよね、多分。そうだな。敵意は感じないが。それに俺ら以外の人の気配もないな。いや、すごいな。いや、待て。そこが真田強すぎないか。場所まで特定しやがったぞ。おお、投げた。なんか石投げた。手応えあり。手応えあり。カズレーザー見て。なんじゃこりゃ。監視カメラ。うえ。なんだと。なんでそんなものがこんなところに。見張られてると思ったのは監視カメラのせいか。となると。こいつは島のあちこちに配置されとるんやろうな。いや、怖い島だね。面白い。どうやらこの島はいろいろと裏がありそうだな。うん、無人島っていうのも怪しいかもしれない。そうだな。こんな仕掛けがあるんや。人がおらん方が不思議やろ。その通り。ああ、そうですね。しかし、何のために監視カメラなどを仕掛けているんだ。監視カメラの役割はおおよそ2つ。1つは、特定の場所で問題が起きないかをチェックすること。そして、もう1つは、対象の様子を観察することだ。このカメラがどちらの用途に使われていたかだが。どっちだと思う？観察って。こんなとこで俺らの様子を観察してどないすんねん。うん、いや、面白いことが起きそうなんじゃない？そうだね。とすると、もう一つの要素、つまりこの場所を監視するために使われていたってことになるのかな。おう、それで観察の可能性も残されてはいるが、現状は監視用である確率の方が高い。おお、すなわちこの近辺に何か人に知られたくないものがあるかもしれないということだ。お、来たぞ。ほほう、こいつは調べてみる必要がありそうじゃ。ありそうじゃの。その前に他に監視カメラはないのか。見られていてはまずいだろう。うん、人が多いと気配も感じ取りにくいが、今のところ俺は他には感じないな。ああ、そうなんだ。ここには1個か。僕も大丈夫だと思う。すごいな、気配だけで。すごい自信だな。みんなして。よし。では、手分けしてこの辺りを徹底的に調べてみよう。うん、あ、調べはするんだ。あれ？なんだろう、この音。なんだこの音は。わからん。
どないしたんや、お嬢ちゃん。あ、ユージさん、ちょっとこっちに来てください。ああ、今行く。ん、何か聞こえる。なんか見つけたんか。あ、いえ、見つけたんじゃなくて、何か聞こえるんです。ほんまや、風の音やな。はあ、ですよね。なんだよ、風の音か。そこの茂みの方から聞こえてくるみたいやな。ん？ん？茂みから？なあ、調べてみるか。はい、調べてみたいね。なんじゃこれ。なんじゃこれ。どう見ても排気ダクトや。音はここから聞こえとった。はあ。でもこんな大きい排気ダクトって一体何のために。あ、大きいんだ。さあな、なんかいろいろあるみたいやが、みんなにも知らせとかんとな。ああ、マジでこのグループのルートは初めてだからな。排気ダクトね、気になるな。茂みの中に隠してたってことは、人に知られたくないってことだよね。そういうことだよね。それにしても大きいな。これほどの大きさの排気ダクトが必要だとすると、この地下にかなり巨大な施設がある。地下に巨大施設、すごいな。え、地下に？ああ、この島には人工物が巧妙に隠されている。ああ、これは決定的な証拠だ。まあ何かしらすごいものがあるんだろうね。どうする、手塚に知らせるかい。それは絶対にやめよう。いや、この際徹底的に調査してみよう。まだ時間は。おお、いいぞ。ああ、ここまで来て引き下がるわけにはいかんぜよ。お前たちならそう言うだろうと思っていた。止めても聞かんだろう。え、じゃあ何、柳はそんな乗り気じゃないのか。やれやれ。確かに面白そうだな。橘さんは素直に認めたな。そうやな。まあ大体この先の展開は読めるわ。この排気ダクトの中に入るんや。あ、そんなにでかいんだ。そういうことだ。君はここで帰った方がいいよ。この先何があるかわからないから、ね。そんな、続きはウェブでみたいな展開やめてくださいよ。でも、いや、私も排気ダクトの中くらい入れるっつーの。うん、その方がいい。いや、私も一緒に行きます。ええんやな。ああ。はい。足手まといにはならないようにしますから。この人たちみんなポテンシャル高いからね。ちょっと厳しいと思うけど。お嬢ちゃんが覚悟決めたんやったら、俺は反対せん。おお。大丈夫や。なんかあっても俺が必ず、お嬢ちゃんを守ったるさ。お、来た。来た。そして名前呼びはどこ行ったんだ。あ、ありがとうございます。ほら、名前呼びされなくなっちゃったから、変な感じになっちゃったじゃん。では、行くぞ。施設の通路。施設の通路。なんじゃこりゃ。すごいな。地下にこんな大掛かりな施設があるなんて。やりすぎでしょ。何ここ。なんや、映画に出てくる秘密基地みたいな。あ、秘密基地すぎるね。誰が何の目的でこんなものを作ったのか。あ、この通路には監視カメラは設置されていないようだな。へえ。人の気配もねえな。はあ、うん、だが用心しろ。こんな非常識なものを作っている。非常識って、何があってもおかしくない。まあ非常識か。分かってる。とにかくもう少し先まで調べてみよう。斜め。分かれてるね。どうする？斜めって。今分散するのは得策ではない。
まずは左へ進む。ばらけないんだね。全員一緒か。ん？向こうから光が漏れている。なんぞや。窓か。外に繋がっているのか。わからん。とにかく行ってみよう。行ってみよう。なんだこれは。いかついな。何これ。工場か。こんなところに。地下に秘密に存在している工場なんかもさ、絶対悪役のものじゃん。何を作ってるんでしょう。いやもう言っちゃいけないようなものを作ってんじゃない。非道徳的な何かを作ってんだよ。銃に見える。偶然だな。俺も同じ意見。銃作ってんのか。え、銃ってピストルですか。人の気配はないが、あまり大きな声を出さない。ああ、ごめんなさい。はい、すみません。うっかりしてました。あれはピストルではない。形状からすると、アサルトライフルかサブマシンガン。詳しいな。詳しいな。物騒なもん作っとるの。ああ、本当じゃの。こっちに扉があるよ。中に入れそうだ。入るの？この際、徹底的に調べてみるか。おお、好奇心がえぐい。あ、行こう。入っちゃったよ。てか入れるんかい。施設の工場のいかつい。いかつい。何これ。やはりどう見ても銃だ。銃に見えますね。銃を作っているとなると何か巨大な組織が裏にあるのではないか。すごい悪い組織だよ。かもな。この島はいろいろと怪しいことが多すぎるぜ。中二病じゃなくてもそういう考えに至っちゃうね。うん、僕もそう思う。工場。え、何？誰だ？工場に無断で入ってきたの？人いるんかい。人いたんかい。人がいたのか。見つかっちまったの。わわ。やばいな。早に伝統。少し待て。この銃なんだが。え。いや、それにしても勇士とか落ち着きすぎじゃね。何をぐずぐず。やばいな。じゃない。もうちょい慌てないのか。レンチ、何をしている。早くこっちに来い。うえ、びっくりした。扉が。え、何。この扉、赤い。あら、柳、仁王、藤。あ、何、出れなかったの。分断された。うわー、ここでか。やばいやばいやばい。やばいやばい。あかん、見つかっても。まあそりゃ見つかるでしょうね。仕方がない。ここから急いで離れる。わあ、向こうの3人はどうなってんだ。大丈夫か。でも柳さんたちが、心配だよ。レンジたちなら心配ない。必ず切り抜けてくれる。わあ、すごい信頼感。そうやな。こっちも逃げることを考えるとな。行くで。あ、急に名前呼び来た。急にこんな場面で好きって好意を伝えてきたか。あ、はい。唐突だな。なんとか追っては負けたようやな。え、負けたの。すごいね。なんとかなったんだ。じゃあ本当にあとはレンジたちの舞台がどうなるかだな。だがこれからどうする。どうする。とにかく外に出てみんなに連絡を取る必要がある。ああ、まあそうか、まあそうか。そうやな。けどどこに出口があるんかわからんで。そうだな。え、排気ダクトから出ればいいんじゃねえの。あ、それがどこかって話か。他
他に道もない。大丈夫か。急に来た。もう名前呼びがそろそろ安定してくるか。はい。すまんな。あの時無理にでも自分を止めとったらこんなことに。いや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 。そんなことないです。私ユウシさんと一緒にいたかったから。俺が命に変えて守ったるからな。ベタベタだな。好きって。すごい好き好き言ってくるじゃん。おお。なんでこんなとこに橋があるんや。なんて怖い物騒な。かなりの高さですね。とにかく先に進むしかあるまい。行くぞ。黒服の男出た。止まれ。ウォッカとジンかなこれ。ウォッカとジンかな。追ってか。黒の追って。後ろから来たか。お前たちは先に。え？真田先輩は？ででも。あんな奴が相手は俺一人で十分だ。え、なに、倒そうとしてる？真田。真田。試合だったら真田がいいかもしれないけど、もうただの喧嘩だったら多分立花の方がいいぞ多分。かっこつけすぎやで。けど。本当に冷静だな。すごい冷静だな。すごいな、さすが勇士。ここは俺がみたいな。この橋は一人ずつしか渡れ。お嬢ちゃんの前でいいとこ見せるのは俺やみたいなことを言わないのね。すごいな、冷静さがえぐいな。太一なら俺は負けん。さすが。さあ早く行け。すまんな。おう、後からちゃんとついてこいよ。あ、こういうことやっぱ言うよね。先に行くやつこういうことを絶対一人は言うよね。絶対追いついてこいよみたいな。あ、ジャンプあるあるだ。あ、そっか、これテニプリもジャンプだもんね、そういえばね。分かっている。さあ行け。わ、すごいジャンプみたいな展開。広場。おお、殺人現場になりそうな駐車場の雰囲気がすごい。行き止まりみたいな。ああ。扉が。罠か。ご丁寧なこっちゃ。おいでなすったぞ。おいでなすったぞ。急に喋り方が。組の人みたいになってる。こんなに増えてるし。数で勝負か。ここで立花さんの出番か。お嬢ちゃん、俺のそばから離れたら。ああ、勇士が可愛いねさんを守り、立花がやっつけるって感じかな。あ、はい。しつこいやっちゃな。男に付きまとわれても嬉しいな。あ、勇士も戦うんだ。本気場見せとお前。あ、これはマジのやつだぞ。これはマジのやつだぞ。骨折れちゃうぞ。あかん、これはキリがないわ。勇士はまだなんかまだいいかもしれないけど、立花さんはシャレにならんぞ。バッテン、ここはおいが。ガチモードじゃん、もうスイッチ入っちゃったよ。あかんて。あ、スイッチ入っちゃったよ。おしたり、恩師は彼女を守っちゃれ。恩師、恩師。立花、分かった。頼むで立花。お嬢ちゃん、行くで。まあ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 。いやでも黒服の男たち死んじゃうぞ。あ、はい。
場しとんなかたら近づかんこつまいすげえ迫力ガマダスバイガマダスバイ意味はよくわかんないけど。お嬢ちゃんちゃんとついてきて、まあ、ガマダスっていうことなんだろうね。の相手は追いたい。今の黒服の男の声、荒井先輩みたいじゃなかったメリメリって言ったけど、いや立花さん強いな。行くで、ゆっくりしてる暇はないんや。口調はスーパーゆっくりだけどな、通常運転だけど表情も一切変えないし、芸がないな。罠やと一目でわかる。すげえな。でも行くしかないんですよね。そうやな。安心しとき。何があってもお嬢ちゃんは俺が守ったるさ。かっこいい。かっこいい。何これ。ははい。光がどうした。なんじゃこれなんじゃ、おい、ここまで来た、大したもの。太郎、太郎じゃん。この声、もしや。てかこれ、合宿所のモニター室みてえだな。手にらびで腐るほど見たぞ、この雰囲気。まさかここまで来るとは思わなかったよ、押したり。ああ。榊監督。え？お、お前はあまり驚いていないようだな、押したり。監督が関わった時点で、なんかあるなとは思ってます。ああ、そうっすか。なるほどね。あの監督がそう簡単に、行方不明になるとは思えませんでしたしね。うん、なかなか冷静だな。さすがは押したり。さすがだな。もしかして監督、この建物全部、監督のもんだ。そうだ。この島全体、榊グループが新たに開発したレジャー施設だよ。どんなレジャー施設だよ。ほなやっぱり船の事故もやらせやったっちゅうことですか。察しがいいな。その通り。その通りだじゃないよ、そんな堂々と。え？お嬢さんにもわかるように説明してあげよう。今回のことは。すべて我々と手塚、跡部たちで仕組んだことだった。ドヤ顔で言うんじゃないよ。こっちはお父さん遭難したと思ってんだぞ。すべてって。船の事故も救命ボートがこの島にたどり着くことも、我々が君たちと別れることも、すべて予定通りなのだ。それじゃあ。君のお父さんも無事だよ。よかった。ただし、あの嵐は予定外だ。あの混乱で君たちは我々と離れ離れになってしまった。本当なら君と友人は我々と同行する予定だった。そのためにいろいろ苦労をかけてしまった。すま、やべ、おっしゃった。あ、いえ、いいんです。それより立花さんや真田さん、富士さんたちはみんな無事だ。手厚く保護して。手厚く保護。どうなってたんだろうね。いやでも立花。まだ一人でどっかにいるんじゃない。黒服全員ぶっ倒してさまよってんじゃねえのかな。手荒な歓迎を受けたもんやな。この施設は新設計のアトラクションの一部でね。お前たちがここに侵入してきたので、いっそ試運転も兼ねて試してみたというわけ。何やってんだよ。あ、アトラクション。ほな、あの黒服の連中は監督んとこの SP ですか。その通りだ。お前たちが不良の事故に遭わないよう見張らせていたんだ。あ、よかれと思ってね。お前たちが見事に巻いてくれたので、かなりムキになってしまった。行き過ぎは謝る。それにしても島の内部にこんな施設を作っていたなんて。だからこそここを合宿所に選んだのだ。監視カメラや監視用の飛行船で常に危険がないか見張っていられる。うまいこと考えたもんやな。
本来危険な合宿のリスクを最小限に抑えたっちゅうわけか。そういうことだ。お前たちがここに潜入するなどという思い切ったことをしなければ。いやもう好奇心がもうすごいから、みんなもう少しこの合宿を続ける予定だった。いや続けようって。だからそこはまあいろいろ怪しいとこが多かったからな。さすがにみんなうすうす気づき始めとったで。いやまた返されちゃうわ翌日。お前たちは今日限りだみたいなことを言われちゃうよ手塚に。そうだな、お前たちの洞察力を甘く見ていたようだ。それに冒険心、うん、冒険心えぐいね。さすが中学生男子。ともかくことが露見してしまった以上、後部や手塚たちにも知らせておく必要がある。まあそうだな。みんなで合宿所まで行こう。金持ちキャラのいる、金持ちキャラがいるだけで何でもありのストーリーにできる。確かにな確かに。なんでこんなことできんだよ。いや大富豪がおるからやでみたいな、そういうことにできちゃうもんね。というわけだ。少々腑に落ちないところがあると思ってはいたが、見事に手玉に取られたな。まったく手塚も人が悪いな。すまん、ことの性質上みんなに話すわけにはいかなかったんだな。気にするなよ手塚、お前が俺たちのことを思ってやってくれてたことはよくわかっている。大石優しい、マジ大石あんだけ創作ダメだダメだ言われてたのに優しいな。そうか、すまん。毎回言ってる気がするけど、いろいろあったけど、それでも足んねえぐらい優しいわ。もういいじゃないか。そんでこの合宿はこの後どうするんですか。どうするんですか。予定より早かったな。本来の目的は達成できた。あとはこの島で残り2日強化合宿を行う。返されちゃう。強化合宿、まだサバイバルを続けるのか。いや、明日の朝食料や練習道具を積んだ船が到着する。食やべ、このゲーム昔姉とよく見てたんです。ああ、え、昔ってことはこれが出たぐらいの頃ってことかな。お前と刺激強すぎませんでした刺激強すぎませんでしたかね。お前にはいろいろと、だいぶびっくりな展開結構あったけど、いやハレンチしすぎるでしょみたいな、だいぶ刺激的だったけど、ところどころ。そっか、帰っちゃうのか。それじゃあ少し遅いけど、今からなんでみんなこんなおかしいこと簡単に受け入れられるのかっていうね。確かに、いやでもみんなが おかしいテニスをしているから、感覚がバグってんだね、麻痺してんだわ。そうだな、あまり遅くならないようにするなら。あ、出たぐらいの時に お姉さんが買ってきたんだ。あ、すげえ。よっしゃ、決まりだな。残ってる食い物全部食べちまおうぜ。よし、では何か料理を。絶対刺激強いってこんなのこんなん絶対ダメでしょう。先生方にもらった食材がある。有志ルートじゃなくてもあれだよ、日吉とか。ヒロシのエピローグだいぶハレンチだったけどね。それなら腕の振るいがいがある。マジか、女子はそうやって覚えていくんかな、よくわかんねえけど。手伝います。出たイブくんのこの謎のためね。俺もうんうん手伝います。なんだこのため。お前はいいって、お前のための送別パーティーなんだからよ。お、前世の元彼だ。神尾が攻略できんのよくわかんねえんだよな。あんなにあんちゃんあんちゃん言ってたのに、神を攻略できちゃうんかいって今更ながら思うな。でカバジュはできないんだよ。なんでだよ。うわうまそう。こんばんは、間に合った。おー、ギリ間に合ってる。あ、桐原てめえ、それ俺が狙ってたんだぞ。焦る必要はない。
ここからね告白ですよ。花火大会やって最後にちょろっと修学旅行あるあるの夜の恋話して告白ですよ。だからいいじゃないか。そんなことより肉ばっかり食ってる立会の連中をなんとかしてほしいよな。大和海両方買ってました。おおいいな。俺も当時から今思えば当時からやってればよかったなとは思うけどね。確かにタンパク質は後部ルートで笑ったのは覚えてます。後部ルートも面白いんだ。はあ後部ルートも面白いんだね。少しばかり肉には飢えていたからな。って真田副部長、なんすかその山盛りの肉は。そのうち海もやりたいなとは思ってんだけど、しかも持ってるんだけど、ついつい山やっちゃうんだな。俺も負けてらんねえな、負けてらんねえよ。茶碗蒸し最高。ほん、かす汁まであるやん。ちょい季節外れやけどありがたいわ。なんだよ納豆がねえじゃん。納豆その代わり昔さんの好きな唐揚げがあるじゃないですか。出た日吉。コシがあっていいうどんだ。出汁の具合もちょうどいい。カイドウ、七味はたったそれだけでいいのかい。まだあるけど。両方のソフト持ってるのに全然やってない。もったいない。人の見る方が楽しい。食後には俺の特製野菜ジュースが待っているぞ。カバジを攻略できないのはコナミの滞在。ああ、まあ、それはね、それは本当にそう。それは本当にそう。そもそも、コナミさんはテニプリの新作を出してくれって感じなんだけどな、そもそもな。元気だな。元気ないよ、そりゃ。明日帰っちゃうんだぞ、こっちは。あ、ユウシさん。いいえ、なんでもないです。そうか。ならええけど、お嬢ちゃんは明日帰ってまうんやな。はい。寂しなるな、お嬢ちゃんがおらん。お、だいぶストレートに伝えてきたね。え？お嬢ちゃんには感謝してるんや。いろいろと手伝ってもらったし。今のええは絶対言い方間違えたな。いえ、感謝してるのは私の方です。何かにつけて助けてもらいましたし。気にせんで、俺がやりとうてやっただけやから。ユシ、花火の準備ができたってよ。おお、花火伝達係はガクちゃんか。花火？なあ、そういや後部はそんなもん用意した言うとったな。もうすぐ打ち上げだそうです。おお、ひよし。目玉は三尺玉だとか。後部のやつ、いちいち派手なんだよな。ほんと派手好きだよな。本格的な打ち上げ花火なんですね。そうやな。なあ、始まるみたいや。わあ、綺麗なもんやな。今のもう一回聞く？綺麗なもんやな。綺麗、綺麗、綺麗なもんやな。だそうです。はい、綺麗です。そうやな。うわー、でーかい。これはまたでかいな。うわぁ、すごい。終わっちまったか。終わっちまったよ。さすがに最後のは大きかったな。そうだ、最後にみんなで記念写真を撮ろうよ。まだフィルムは余っているし。出た、みんなで撮ろうよっつって。 それもよかろう。藤君がタイマーかけて映りに来るかと思いきやどっか行くっていうお決まりの流れね。じゃあみんな前に出てきてよ。ああ、そこまではいいんだけど。そこまではいいんだけど、君なんでタイマーセットした後にどっか行っちゃうの？行くよ。いつもそうだけど。そのままじっとしてて。ああ。
いやちょいちょいちょいってなってるからこっちとしては。あそっかそっか今回はいるか。なるほどな、同じグループだったから今回は藤君いるんだ。そうだわ。いや今日はびっくりの連続だったね。そうだね、最後のお写真も含めてね。うん、私も驚いちゃった。でもさ、この5日間結構楽しかったね。ほんとにね、びしょ濡れの勇士とか見れたしな。びしょ濡れの勇士ってなんかハライチのネタみてえだな。まあいいや。ずいぶん名残惜しそうだけど。そりゃ名残惜しいよ。分かってるって。明日の朝が最後のチャンスよ、思い切って行っちゃいなさいよ。え、私たち、あの人たちとは学校が違うんだから、これを逃したらもうチャンスはないんだよ。そうよね。まあまあまあ、そうよね。そうだけど、だからってね。大丈夫。今までちゃんとやってきていれば、あんたの気持ちは相手にきっと伝わってるって。うん。私も頑張るから、あんたも頑張りなよ。あんたは誰に行くんだ、マジで。いや私もって。もち、私も意中の人に告白するつもりだけど。そうなんだ、頑張ってね。わかってるって。私としてはいずれ視点法師のキャラ全部含めた恋愛ゲームを見てみたいですな。あーなんだっけ、 DS 版のドキサバには視点法師いるらしいね。明日のために。そうだね。じゃあランプ消すよ。うん、いいよ。じゃあおやすみ。おやすみ。うん、おやすみ。来るぞ来るぞ来るぞ。明日か。もう寝ちゃった。来たー来たー、ここ好き。最終日で、うん、まだ起きてる。明日頑張ろうね、お互いに。いやいいよねこれね。うん、じゃあセーブしておくか。念のため1個下にセーブしておこう。今更どうにもならねえかもしれない知れないけど。じゃあ次の日行っちゃうか。あれこの船、あれこの船、元気だったか。パパがな、子供大好きなんだよな。親バカなんだよなこのパパ。心配かけてすげえ好き好き言ってくんだもんなこのパパ。すまんな、私がもう少し早くお前たちの船室に行っていればこんな苦労はさせなかったんだが。いや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 、これでも結構楽しかったし。そうか、三尺玉一発150万もすんの。監視官を知っていたすげえな。大人びたようだな。いや大人びたようだなとかもう見てたんでしょ。もうストレートに言いなよもう。いやあの船もしかして。ん、ああそうそっか、150万。でも見た感じ3発ぐらいかましてたよな。すげえな。ああ、わざとだよ。だから沈没もしていない。お前たちが残って今の時代リアルで好きって名前の子いそうで、いるかな。さすがに、さすがにどうだろう。もうじき運んできた荷物も下ろし終わる。まあ今いろんな名前の人がいるからな。いや、 やらなきゃいけないことがあるから分かってて聞いてんだよな。じゃあパパ船で待って。
父さん元気そうだったね。やっぱ勇士はダメか、パパ的には。決心できた？あんな性癖の完成された中学3年生はダメか。じゃあここはカットで安定ですね。うん、もう大丈夫。それじゃあお互いの相手を呼び出し合おうか。呼び出し合おうか。直接だと言いにくいでしょ。外国のモデルさんでスキーウォーターハウスという方がいますよ。マジで？あ、そうなんだ。いや、スキー、あ、でも、ま、外国だからか。でもスキーもそうだけど、ウォーターハウスもちょっと気になるわ。ウォーターハウスって。あんたの相手、教えて。水家さん。じゃあ、勇士。勇士さんよね、やっぱり。了解、任せといて。それで私はね、うん、彩香は、はい、わからない。勇士さん来てくれるかな。どうしよう、足が震えてきた。えらい緊張してんな。まったか、お嬢ちゃん。あ、その、うん、どないしたんや。私その、すまん、先に謝る。おお、何？え？おお、びっくりした、急に？え？いやいや、まだ付き合ってないよ、まだ付き合ってないよ。好きや。すげえ、重ね重ねお伝えしていただいている。え？いきなりごめんな。けど気持ちが抑えられへんかってね。おお、勇士さん。俺は感情を消すことができるんやけど、一つだけどうしても消されへん感情があって、ね。はい。それはお嬢ちゃんへの。この思いや。おお。あ、好きやね。どないもならんほど。おお。え、関西弁の告白ってこんな感じなんだ。こんな感じなんだ。よく方言で告白っていいよねっていう話題になったりするけど、関西弁で告白ってこういう感じになるんだね。まあいろいろタイプはあれど。いや、これすごいね、勇士さん。いや、俺はこれは絶対に真似できないね。そもそも関東弁だからな。俺と付き合わへんか。うお、来た。はい。ほんまか。もちろんです。ありがとう。なんだかいろいろと順番が逆になっちゃいましたけど、いろいろと順番が逆になっちゃいましたって。うん、まあそうだね。水着当てクイズとか絶対付き合ってからやるべきことだもんね。私、勇士さんのことが大好きです。俺もや、めっちゃ好きやで。すごい好き好き言ってくる。いやー、勇士の告白すごかったな。うわ、何、え、ダメでしょこんなの。いや、勇士さんダメですよ。いや、本当にダメですよこんなの。ダメだよこんなの。で、かわいいね、スキーさんはあれだな、島にいた時と全く同じ服してんな。こんなのもう場所によっては始まるぞこんなの。やば。
何これ何これ、もうゼロ距離じゃん。俺も大事なとこやねんけどな。ああ後ろからお嬢ちゃんの客船尾見せられたらそら困るわ。うわはあ、客船尾見てたんだ。もうまんざらでもない。なんだよ、気にせんとき、ちゃんと鉄道。何を何を、え、な、何してんの。あ、料理してた。それじゃあ今生クリームをデコレーションしますから、でほっぺにつけないでくださいよ。うわうわなんすかこれ。お嬢ちゃんをデコレーションしたいやかましいわ。だから今はちょっとつって、この幸せそうなニッコニコだもんな、かわいいねさんも。わすごいな、なんだこれ。ちょっとも流れってもう一回見たい。ああこれログ見れないんだ今は、エピローグ中は。あへえそうなんだ、今見れないんだログ。あそう、みんなでエロ動画見てるの今、うん、半分そうですね半分そうですね、捉えようによってはエロ動画として見ても遜色ないかもしれないね。なんじゃこれなんじゃこれ、え、これこれをさ当時見てたのさっきコメントしてくれた人、これやばいな、これはやばいぞ。甘いな。何がよ何がよ、有志さんってあ、そうだ、全国大会残念でしたね急になんだ、急にどうした。ああせっかく応援してくれたのにな。けど桃城にはなんとか借りは返したし。あなるほどね、もう全国大会前の話だけど、全国大会終わった後に売られてたってことこれ。なんかそんな感じがするな。いやこんなん慌てるでしょこんなん慌てるって、そんなすごかったですよ、千の技を持つ天才。まあな、そやけどもっとすごい技があるんは知ってる。はあはあ、これ以上何をやらかすつもりなんだ。え、俺の千一番目の技。何千一番目の技、何聞いたことあるようなないような。あれサバイバル中もなんかそんなこと言ってたっけ、千一番目の技がとっておきやみたいな、なんかそんなあったような、それかコメントで読んだかどっちかだな。教えたるわ俺の技。え、怖いんだけど怖いんだけどっていうかエロいんだけど。え、エロいと思うこれ。俺はエロいと思う。お嬢ちゃん可愛いな世界で一番好きやで。うわうわうわっつっちゃったうわっつっちゃった。いやすごいね、勇士のこのキャラにこの声に合いすぎでしょ。終わっちゃった。いやすごかったな。何千一番目の技、本当にセーブします。中学生よ。いやコナミえぐいもん作るなコナミこれからも作ってくれよ。
デジタルエンターテイメントさんよ。いや、パワープロで十分お世話になってるけど、今も。いやー、あんなん、この後、ケーキ食ったらもう、ねえ、やばいでしょ。そもそもケーキ食うんか、そもそも。いやー、ちょっと考えられない。考えられない。え？まるで同性カップルのようだった。いや、もう同性カップルでしょ。同性カップルの中でも甘い方なんじゃない？知らんけど。いや、コナミマジ頼むよ。コナミ。わ、UC ルートすごかったな。誰が考えんのこんなの。テニスの王子様、ドキドキサバイバー。いや、面白かった。マジで面白かった。本当に。とんでもないものを見せられちゃいましたね。あ、これ手塚ルートね。で、あ、そういえば紙尾も6枚もあるんだ。あ、7枚か。紙尾もだいぶ多いな。この頃はまだ恵まれてたんだね、出番に。じゃあちょっと UC ルートの絵を振り返っていこうかな。もうね、すでに似たようなことはやってんのよね。すでに似たようなことはもうやってたんだな、最初の最初で。なんだっけこれ。あ、斧の使い方講座か。いやー、正直言うとこれはエッチですね。いやー、これもエッチですね。これは温泉が噴き出した時に守ってくれたやつか。あ、これがね、うん、これが正統派だよね。これが一番かっこいいかな。かっこよさランキングで言ったらこれが1位かな。これすごいな。主人公感がすごい、これ。あ、これもね、うん、まあ、これもまあ、まあまあまあって感じかな。で、最後にこれと。これマジで何なの？1001番目の技が出ちゃうよ。いやー、すごかったなー。あれ？あ、神尾よりも枚数全然少ないんだね。2枚も少ないわ。へえ、やっぱ神尾すごいんだな、この頃。まあ普通は5枚ぐらいなのかな。ヒロシなんか3枚しかないしな。5枚も多分いい方なんでしょう。いやー、すごいなー。ユーシルート面白かった。ほぼ意味深な風に捉えられちゃう絵でしたね。いや、もう一回やってもいいぐらいだわ、これ。もう一回やってもいいぐらいだわ。ちょっとセリフも見てみるか。ミニドラマモードっていうのを見ると、確かセリフがね、見れちゃうんだよね。あれ？これか。あ、評定は3人しかいないのか、そういえば。まあ通常でいいや。
挨拶。え、儲かりまっかなんてあった？そんなんあったっけ？いや、どないやとかほななはあったかもしんないけど、儲かりまっかなんて聞いた覚えないぞ。言われたっけ？言われたっけ？この辺は普通か、質問は。あ、神尾と勇士の間は多分イブ君なんだろうね。うん、氷堤は海がメインっぽいね。アトベもいるしな。そういうこっちゃ、そういうこっちゃな。これ読んでくれるのかな。あ、読んでくれない。返事多いね。返事どんだけあんだよ。あ、何か、なんか嘘ついたらこれが来てたんだろうね。なんか何も嘘つかんでもって言われてたんだ、多分。どっかで嘘ついたらこれが来ちゃうんだわ、多分。あ、なかなか冷静なツッコミやなは言われてみたいね、勇士にね。あ、関西人の知恵の結晶やは覚えてるわ。ああ、印象的でしたね。ぼちぼちの話だったな。聞き返しなんてジャンルもあるんだ。原作？原作なんてのもあんだね。へえ。おお。いや、いいね。いや、全部熱いセリフだ、ほとんど。なんだこのその他って。足は確かに綺麗な方がええ、それは認める。いや、いろいろあるんだね。うーん、あ、日吉のこれ、これは俺はわかるぞ、これ。俺はわかるぞ。なんや、日吉、その親の仇でも見るような目は。これは日吉ルートをやってると言われるやつだね。日吉ルートで仲良くなると、勇士が茶化しに来るんだね、まあ。動画見てくれた人なら覚えてるかもしれないっちゃ知れないけど。いや、これ懐かしいなぁ。おう、ぼちぼち屋もあるね。出た、さっきのもっとすごい技があるのは知ってるか。知らんよそんなの。千一番目の技マジでエチエチだわ多分。目覚ましのアラームにこれ。ああ。
確かにいいかもしれない。いいかも、いいのかな。いいのかな。俺はよくわかんねえや。でもな、声量ちっちゃいからな、聞こえないんじゃないかな。メソらしい、メソらしい牛。朝から大変だよね。朝から大変だよね。朝からあんな俺の千一番目の技をみたいなこと言われたら大変でしょ。ちょっと早めにセットしなきゃいけないじゃん。いやー、面白かった。23時か。わあ、すげえ微妙だな。学園祭の王子様もプレステ2にあるので、ぜひとも。うーん、それはね、承知の上なんですけどね、学園祭の王子様高えのよ。法外な値段で売られてるからね、手が出せないんですね。買えたらやってみたいなとは思ってるけど。雑談、ああ雑談します。キャラソンをグループで歌うと声量的に消えるをしたいですか。ほんとね、わかんないんだよ。わかんないっていうか、もう2人の時点でもうほぼ書き消されてるじゃん。勇士の曲ね、いつか海ルートもやってほしいです。そうですね、海ももう海はもう持ってるのでね。海もそのうちやりたいけど、山もね全然まだやってない人結構いっぱいいるからね。まあそんなに慌ててやる必要はないかなと思ってるんでね。まだ山も全然4人しかやってないしな。富士仁王とか全然やってないし。見に来たら終わってた。まあ多分一応ねアーカイブ残すと思うので、よければぜひ。もうすごい展開だったんでね、ぜひ知らない展開だったらね、見ていただきたいなと思いますね。テニプリにハマったきっかけか、なんでだろう、昔当時アニメで見てたっていうのがでかいですね、うん、最近再燃してるけど、なんでだろう、なんでだったっけ、わかんないや。なんで復帰したのかはわかんないや。次誰行こうかね。まあ藤くん、仁王くんとかでもいいよね。まあ いや、次は次でその時決めればいいか。はい、じゃあうん。あ、仁王はね推しですね。うん、仁王は推しです。もう最推しが誰かっていうと決めきれないんですけどね。まあそのクラスではあるという。いや、仁王かっこいいよ、仁王。まあチートみたいな能力持ってるけど、あんなんダメでしょっていう感じではあるけどね。うん、最後に推しを持っていくのもあり。そうそうなんだよね。だから最初にはいけなかったね、さすがに。って言っても
最初に行った赤屋もかなり好きな部類ではあったんだけど、案の定やっちゃったよね。告ったら付き合ってもらえないっていうやっちゃったよね。あれマジショックだったわ、赤屋に振られたの。なんでやねんって感じだよね、本当に。じゃあとりあえず今回はこの辺にしておこうかな。まあ、土曜の夜だからね、もっとやりたかったっていうのはあるんだけど、アーカイブ残すとこの部分がちょっと余計になっちゃうんでね。うん、そう、雑談配信は雑談配信でやるとしたらそれ専用でやった方がいいかなみたいな、そう、有志ルートにくっついちゃうから今この流れでやると、まあ、ぼちぼち終わろうかなと思います。海と山両方のセーブデータあるとできるイベントもあるの。そうらしいね、そうらしいね。そうだわ、そんなことをなんか前も教えてもらった気がするわ。ああ、そうだそうだ。次か、その次あたりは海行くか。ドキサバはストーカーしなきゃいけないですからね。そう、それをね、知らなかったんだよね。噂が出ればそっちを優先してたから、それがいけなかったんだと思う。まあ、受け答えもなかなか難かったような気はするけど、だって知恵の輪を解くイベントでさ、選択肢発生されても無理じゃんね。なんか右真ん中左みたいな3択が出てさ、それをどれ選んだかで多分知恵の輪がクリアできるかどうかっていう分岐になってたと思うんだけど、あんな無理よ初見じゃ。そんなの3回やんないと分かんない、あんなの攻略法。まあ、みたいなね、赤いルートはなかなかハードモードでしたね。というわけで、じゃあ有志ルート最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。次の配信もまあ近々やりたいけど、結構突発的にやるんで、まあ、Twitter を見てくれればわかるかなと思います。まあ、気になる人はまあチェックしてみてくれると嬉しいです。というわけで、じゃあまた見ていただけたらと思います。ではご視聴ありがとうございました。また見てねー。